パラリンピック車いすカーリング韓国代表チームが逆転に逆転を重ねた末、勝利を収めて4強進出を確定した。素順ク、パンミンジャ、チャジェワン、チョンスウォン、イドン派で構成された車いすカーリング韓国代表チームが15日午前、カンヌンホッケーセンターで開かれた英国との予選第10戦で5-4と勝利した。 二連勝を収めた韓国は予選戦績半勝二敗を記録し、カナダと共に2位タイをマークした。全12チームが参加した今大会の車椅子カーリングはラウンドロビン方式で予選が行われる。上位4チームが4強に進む。先だって中国が準決勝進出を確定した中、韓国とカナダも4強進出を確定した。 なお、韓国はこの日午後2時35分より、中国と予選最終戦いを行う。